morning, everyone. Welcome back, Nihon Bio Channel. I'm Chinami Hananomoto. I am a Nihon Bio dancer. It is one of the traditional Japanese dances. So today is my concert day. Yes, but I could not sleep well last night. Yes, this is sometimes happen to me. So I decided to take my Get Ready With Me video. This video will keep me going. So let's get started! Yay! 最初はね、なんといってもあったかいお湯を飲みます。あったかいお湯飲むと、なんかこう、胃袋が温泉に入ったような気分になりますよね、朝から。眠れない現象は私結構起きるタイプで、特に寝つきが悪いんですよ、私。次の日に何かがあったりすると特になんか結構エキサイトして眠れないみたいな感じで、子供が遠足の前の日眠れないみたいな感じで、私もね結構眠れなくなっちゃうんですけど、朝はそれでも早く起きることとかあんまりなくて、一回寝ついちゃえばねずっと寝れてるんですけど、今日はね起きちゃいましたね。お肌もすごい乾燥してる。最悪だ。こういう場合はいつもよりたくさんの化粧水を入れ込むしかない。すーごい入っていってる顔に。砂漠みたい。じじじじじゃん、ストロベリーサンドです。こういう時はね、本当に自分がね大好きなものを食べてテンションをぶち上げていって、気分で乗り切るしかないというのが私の考えなので、見て、美味しそうなんだけど、いただきます。うん、幸せ。ではメイクアップを進めていきます。クリームに使うのはこちら、シャネル先生です。いつもはね、ニベアなんだけど、あげていきます。はあ、シャネル先生。の力で、すごい上がってきた。すごい上がってきましたよ。次はね、これで上げていきます。やっぱり眠れてない時って肌の調子が悪い。私は圧倒的に、あとね、頭の動きもすっごいやばいです。よくない。ショートスリーパーとか憧れますね。自分のベスト睡眠時間を探したんですよ。そしたら8時間だった。6時間はねあんまり動かない。頭がなんかあんまり頭を動かさない日だったらいいんですよね。別にそれでも移動するだけの日とか、お買い物行く日とか。でもね、お勉強したりお仕事頑張ったり、日本舞踊をねもう頭使って踊ってるんで、頭使ってやったりするときはね、やっぱりベストコンディションでいたいですよね。でもまあこういう風に今日みたいにあまり睡眠コンディションが良くない日も正直よくある、私は。なのでそういう時はね、皆さんに助けてもらいながら頑張る。こうやって話してきたらね、上がってきたよ、気持ちも頬も多分。はい、ではファンデーションプライマーを塗っていきます。日本はねまだマスクしなきゃいけないんですよ。確かね、来月マーチまでマスクが必要だったと思うんですけど、なのでね、お化粧しても行くまでにほとんど取れてる、実は。実はね、ほとんど取れちゃってるんですよね。悲しい。ファンデーションです。ファンデーションもこれくらい、このマスクから見えるとこだけとりあえず塗っておいて、アイシャドウです。眉毛描きます。できてきた、顔ができてきました。あとはリップ。はい、うん、もうこんなもんですね。頭やっていきます。日本舞踊の場合髪型はねそんなに決まってないんですけど、こういうサイドヘアが落ちたらダメなんですよ。なのでこういうのは結構丁寧に上げてきます。
私はね、毛が細いので落ちちゃうので、もうね、編み込みますね。どうですか？いけそうですか？はい、ではこの後はね、歯磨きをして服を着替えて、もうちょっと早いんですけどね、会場に向かっちゃおうと思います。ついてからの映像はまた撮影します。では一旦ここまで。着きました。ここが今日のホールですね。はい、着せていただきました。すごい帯が可愛いです。はい、ではこれからリハーサルがあるので行ってきます。それを終えましたけども、まだ少しみんなで合わせなきゃいけないところがあるので、ちょっとそれ今から合わせてみたいと思います。はい、あ、分かりました。全くすいませんやっていただいちゃって納得待つって、本当止まってるんです。そうそう、これいつもなんだろうと思ってこれってなんだろうね、うん、頭がそっち考えちゃったらなんか戻ってこれなくなっちゃって、うん、すいません。終わりました。なんとかね、大きなミスなく踊り切れてよかったです。はい、今日はですね、朝から皆さんにパワーをもらってなんとか一日やりきることができました。ありがとうございます。ではまた次のビデオでお会いしましょう。 Thank you for watching this video today. And if you like video, please hit good button and subscribe. Okay, see you.